食事、まだ済んでませんよね。よかったらいかがです？悪いが、空気にはなれねえ。あんたが誰かを聞くまではな。私に危険はありませんよ、桐生さん。くつろいでください。俺の服はだいぶ汚れていましたのでクリーニングさせています。すぐにお返ししますよ。立花さんだったな。ええ、ご安心ください。私は堅気の人間です。不動産屋？それが俺に何の用だ。料理本当に食べないんですか？右手は義手です。武作法なのはご容赦を。数年前に失ってから寒くなると痛みます。不思議なものでないはずの指先までうずいて鎮痛剤も効きません。四六時そんなことは聞いてねえ。桐生さんは登場
と遊んでから帰りたいですよね。
ねどうです？一杯飲んでから大丈夫。ちょっとだけ付き合ってほしいんだ。私と楽しいことしましょうよ。